皆さんこんにちは、りょうです。すごい緊張してる。はい、今日はですね、ちょっと TGCTeen の当日ということで、朝大阪を出て福岡にも来てるんですけども、いや緊張してますね、すごく。でもちょっと可愛くしてもらって衣装もあるということなので楽しみたいと思います。舞台裏とか見せれると思うので、ぜひ皆さん見てください。じゃあねー、バイバーイ。はい、衣装はこんな感じです。じゃあちょっと緊張するんですけど、本番頑張ってきます。みんな見ててねー、バイバーイ。はい、緊張緊張、やばい。はい、ということでですね、そして締めは終えました。みんな手振ってくれたり、ごハートしてくれたりして、めっちゃ楽しかったです。ちょっと緊張してたんですけど、楽しめたからオールオッケー。楽しかったです。次、はい、今から公式のステージを歩いていきたいと思います。みんな見ててよ。ありがとうございました。ありがとうございました。青春、青春。そしてゆうさん、はい、今日のファッションポイント教えてください。そうですね、もうちょっとで夏ということで、今回はちょっと夏をテーマに制服を着てきたんですけど、はい、涼しく見えるようにスカートはシンプルめに、ちょっと薄い色を着て、あと白いベスト、ちょっと涼しく見えるかなと思って白いベストを着てきました。でもやっぱ一番のポイントはマイク君と同じネクタイをしてるところです。あー、本当だね。涼しかったのにちょっと急に暑くなっちゃったね。おじさん、うまいこと言いますね。おじさん、おじさんですか。はい、ということですね、ステージ2本無事終わりました。緊張したんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。ね、ちょっと緊張して飛んじゃったんですけど、まあ、うまく言えたかなって思います。はい、ということでですね、TGCのステージが終わりました。見てくださった方、会場まで来てくださった方、本当にありがとうございました。たくさんね、手振ってくれたり、本当に嬉しかったし、すっごく楽しかったです。はい、この動画が良いと思ったら、チャンネル登録とコメント、高評価もお待ちしております。じゃあね、みんな、バイバーイ。